見交換会直撃、あなたなら自民党をどのように改革しますかを開催をさせていただきます。高市候補におかれましては大変お忙しい中、我々の見交換会にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それではまず豆腐一新の会代表世話人の福田達夫さんよりご挨拶をいただきます。お願いいたします。はい、まず高市候補にお時間をいただきましてありがとうございます。この会は自民党の改革を通じまして、国民と政治を紡ぎ直す、このことを目的としておりまして、今回の総裁選挙で特定の候補者の応援をするものではございません。会員もそれぞれの意思で支持する、候補を応援しております。その本日の意見交換はそれらの事情に鑑みまして、さらに、感染症対策、これに考えの上設定させていただきました。さて、総裁選挙の公式日程やもしくはメディアの主催の討論会で直近のですね、重要課題である感染症対応をはじめ、主に政策について幅広い議論が重ねられ、深められているというふうに考えています。この健康考えでは、それらの政策、そのものではなく、その政策を、遂行する基盤であります各候補の政治への基本姿勢や、政党運営の考え方、政府と政党のあるべき関係などに絞って掘り下げをさせていただきたいと思っております。総裁選は国民に政治を身近に感じていただく最適な機会だというふうに考えております。党員のみならず国民の皆様に各候補のリーダーとしての魅力やお人柄をお伝えできるように努めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではこの続きましてお越しの高市候補より自民党改革についてですね、ご自身の所見を、まあ、約4分程度でまずはお披露をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、冒頭に発言があるということも聞いておりませんでしたのでまとまらないかもしれませんが今日はお招きをいただきまして本当にありがとうございます。また豆腐一新の会の皆様には自民党改革のためにさまざまな提言活動もされていることを承知しています。本当にありがとうございます。まあ、私もですねこれまでさまざま悔しい思いをしてきたことがございます。例えば皆様もの議員立法一生懸命やっておられると思うんですね。で議員立法の活動っていうのはものすごい時間かかります。私も条文から一から自分で、書く方でございますので地元を回ってさまざまな方からお声をいただいて、ああこういう問題もあったのか、こういう問題もあったのかっていうように気がついたこと、まあ、これは私たちは主権者の代表ですからもうそれをまた今度政策に仕上げていく責任がありますよね。でまた私もこう年を重ねていくうちに何か親の看病があったり介護があったりで、まあ、両親ともう亡くなりましたけど、まあ親が死んだ後ってこんなに大変なのかというぐらいのさまざまな手続きがあったりいろんな経験もしてきました。でまあ、そういうのを生かして、まあ、議員立法を作ったりあと政府の施策に仕上げたりいろんなことをしてきたんですが、まあ一本作るのに半年ぐらい他の仕事をほとんどほっぽってですね、作業しで諸外国の法制も調べで頑張って頑張って、こさえてで、まあ、自民党の場合は政調会、割とがっちりしてますから部会で最後の一人も反対者がいなくなるまで、頑張りで反対している議員のお部屋を訪ねてでまた、その後精神総務会と、ございますよね。でこういう作業を積み重ねてやっと党議決定したと、いうので国会に出せるかと思ったら、今度は国対委員長から、当然有党の賛成も必要でありますから、まあ、公明党さんの賛成を取ってくると、それはまあそこまでは当然なんですが、その後野党の、賛同も取ってこなければ出してはいけないと、まあ、国会運営上どうしても各方優先的にこうこなしていくためにっていう配慮なんでしょうけれども、まあ、私はそれに未だに承服できてません。今年の通常国会でも、3本、諦めました。それはやはり幅広く野党のご賛同も全部いただけるっていうのはなかなかありませんけれども、私たち立法者ですからね、立法府に行って主権者の代表ですから書いたもので党議決定できたものはやっぱり提出したいですよね。それが成立しようがしまいがやっぱり提出したい。それがやっぱり党運営の中でどうしても与党だからって言ってこう野党に配慮して出せない、
で反対にあの野党だった時代っていうのは自由に出せたんです。ちょうどあの平成21年から24年までの間は討議決定したらもう自由に出していいよということだったんで、たくさんこうあの法案をみんなで作って出すことができました。だからこういうことはまず変えていきたいですね。やっぱりみんなが立法者としてあの主権者の声を反映して苦労して作ったもので、しかも討議決定したんですから自民党としての意思が揃ったものについてはもっと出しやすいようにしていきたいなというのがあの私が一番やりたいことの一つでもあります。それから質問時間、委員会の皆さん悔しいでしょ。あの7時間コースの委員会があって自民党の質問時間が10分だったり15分だったりして、だからもう私も長年国会質問には立たせていただいておりません、まあ、若手優先ということでね、あの立たせていただいておりませんが、まあ、こういうことも何かもう少し工夫をしてですね、やっぱり立法者としてそして主権者の代表としてこう皆さんが政策を発信する機会、まあ、これを増やしていきたいなと思います。まあ、その他もろもろの、党改革についてはこの後ご質問にお答えしたいと思います。あのなんか自分が悔しかったことを先に申し上げて何なんですが、まあ、この年になっても期数が今8期でございますが、やっぱりちょっとあの今の自民党でこれでは何のために立法府にいるのかわからないと切なく思ったことなどをまずはお話をいたしました。ここをまず変えたいと思います。はい、まずはありがとうございます。あの本日あの6問ですねご質問させていただきたいと思います。あの5問は、各候補共通の質問であり、最後の6問目1問はですね、高市候補に固有の質問ということで準備をしておりますので、あのよろしくお願いしたいというふうに思います。それではまず第1問でございますが、国民の信頼、政治の信頼回復、まあ、そのような切り口で、小林文明さんからお願いをしたいと思います。はい、高市候補、今日はお時間をいただいてありがとうございます。小林でございます。あの今お話の中でもですね、やっぱり立法活動、この政策作りという意味ではあの問題点をご指摘をいただきました。で一方で我々全国で活動をする中でですね、まあ、党自体の運営に対してもかなり問題意識をあの強くいただくことがありますし、我々自身も持っています。特にこのコロナ禍でですね、多くの国民の皆さんに我慢を強いている中で、やっぱり党の幹部がなんかこう会食をしたりとかですね、まあ、そういったことも強く批判をいただいている、我々も強い問題意識を持っているところです。おそらく高市候補もあの立法面や国会活動はあるものの、一方で党自体のですね、運営であったり活動に対しての問題意識をお持ちではないかというふうに思いますので、ここをどういうふうに変えてこの国民からの信頼を取り戻そうとされるかについてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。まあ、まずあの党の幹部の方も含めてですね、あの国民の皆様が我慢をしているときに会食に行かれたという問題は、あの私は実は今唯一の党の役職が党紀委員会副委員長という役職でございますので、あの審査の過程でも非常に重く受け止めておりました。でまあこういったときはあのまあどこでも一緒なんですけれども、何か間違ったことをしたらできるだけ地位の高い方ができるだけ早く謝罪をする、まあ、これは鉄則だと思いますね。で、まあ、それができていなかったことが、まあ、非常に大きな不信につながったんじゃないかと思います。あのこれは総務省にいました時も私が心がけていたことです。まあ、総務省本体の中で起きたことだけじゃなくて、まあ、所管する団体で、まあ、様々問題が起きたような時も、まあ、一刻も早くできるだけ地位の高い人が、謝罪をしっかりとすると、でまだ原因究明に時間がかかるからといって引き延ばそうとするところもあるんですけれども、あのそれについては私は決して許さなかったですね。あのまずはこういうことが起きましたと申し訳ございません、原因はしっかりと究明をしてその後もう一度皆様にご報告をします。まあ、こういう姿勢が党の幹部にまず求められると思います。で政府に至ってはこれはもう内閣総理大臣および官房長官があの一刻も早くこれをやらなきゃいけない、そんなふうに思います。で菅内閣はさまざまなことをやってきてくださいましたよ。それは新型コロナウイルス対策だって一生懸命に取り組んできた。でもそれがうまく国民の皆様に伝えきれてない、
ていうのがあったと思います、まあ、発信力の問題だったのか、まあ、その機会が少なすぎたのか、分かりませんけれども、でもやっぱりしっかりやってることについてお伝えをする、で安心していただけるような取り組みについてはできるだけ多くの方にお伝えする、この仕組みっていうのを作んなきゃいけません、まあ、できれば官邸であればトップが、しっかり首相記者会見を開いて、まあ、その場で明確にお伝えをする、まあ、そういう機会が得られるんですから、それをしていくってことでしょうね。そういうふうに思います。それから、まあ、できるだけこういうことを今やってますよっていうのを全員が共有する仕組みですね。私広報本部長をやってた時とか政調会長やってた時、よく政策レターを皆さんにお配りしてたんですが、最近私の手元にもあまり来ない気がしているんですが、こまめに来てますかね。政策ファックスニュースとかでこう事務所に来たりするやつですね。はい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 、ちょっと今機会が減ってるなと思ってますね。あれこれでもかこれでもかと出していたんですけれども、まあファックスがいいのかメールがいいのか分かりませんけれども、ただたくさんの方に、地元でたくさんの方に皆様の言葉で伝えやすい、その材料エビデンスを持ったものをできるだけ、頻繁にこう配布をするってことものすごく必要だと思いますね。ありがとうございます。いやぜひ全国の地方議員とかですね、党員さんにもそれが届いていくと、みんなでこうワンボイスですね、そうなんです、説明ができると思います。そうなんです、ぜひお願いしたいと思います。だからそのネットワークを作んなきゃいけなくて、割とこの地方議員さんに対して送りたくても今のメールアドレスが分かんないとか、ちょっと添付ファイルにしたいようなものを添付する、もう相手の送信先が分かんないというようなこともありますんで、これもちょいちょいメールアドレス変えられる方もいらっしゃいますからね、しっかり党で統一した仕組みっていうのを作っていかなきゃいけませんね。それと自由民主、あれも確か政調会長の時に4000円も党費を取っといて、年に1回も党本部から自由民主が直接発送されないと、もう各支部任せになってるんで、必ず年に1回お正月でもいいんですよ、党三役なりの総裁なりの方針が書かれたものが少なくとも党本部から直接全党員に発送されるようにってことで、頃はそれを実行していたんですが、なんか最近うちにも全然届いてないなと思いますので、必ずしもこのデジタルに慣れた方ばっかりじゃありませんから、党員の方もね、新聞だったら読むけどって方がいらっしゃいますので、まあ、そういうことに党費を使いたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。高知候補、引き続きですね、今党運営の話も等々もございましたので、今度田中秀之さんの方からですね、党の現状ですとか、その改善点についてちょっとご質問お願いします。はい、高知候補、本当にありがとうございます。今党の、回復なんかについての質問がありですね、私の方からは、ガバナンスの部分であったり、運営面、マネジメントの面、特に、この間我々は実は地元に帰って党員さんにも回ったりしますが、さまざま党費の問題であったり、その党費の使われ方であったりということが今回かなりやはり言われました。でも今まで地域の党員の皆さんにそのガバナンス面であったりマネジメント面であったりということを問われることってほとんどなかったんですね。しかし今回こういう状況下の中でかなり聞かれるようになりました。民間の会社なんかはですね、周りの風潮でやっぱりスピード感を持ってこういうところは変えた方がいいな、当然ながら会社ですので利益を上げなければならないために移送されるんでしょうが、そういう意味では政党とその民間の会社なんか少し違う部分があるんだと思いますけれども、と思いますと、私自身も実は地方議員から国会議員になって党の距離感というのはかなりやっぱり国会議員になってから近くなったと思ってます。でもなんでこんなことしてんのよなというようなことは感じることいっぱい実はございます。そこでなんですが、高市候補にお聞きしたいのは、この今我が党の中でちょっとこういうところ不足してるな、変えた方がいいんじゃないかななんていうところをですね、どのように認識をされてるかなということと、具体的に自分であればこういう取り組みをしていきたいなんてことがあればですね、お聞かせいただきたいと思います。
まあ、ちょっとさっき申し上げた話にも通じるんですけれども、私はあの政調会とですね広報本部、これはもう合体させた方がいいと思うんです。あのまあ新聞局も中に含まれますけれどもね、これを合体してまあできるだけ党の政策を発信していく、幅広く発信していく、あのこの組織改革はしたいです。それからやっぱりこの党自体の政策構築力を上げていくってことなんですよ。要はもうあの官僚を入れて、まあ、私たちはいろんな勉強会をしたり情報提供も受けますし、まあ、質問したり、まあ、これは政府提出の法案の審査の時には重要なことですけれども、だって私たちが主権者の代表なんですから、やっぱり私たちが作った法律案なり、まあ、政策なんていうことをしっかりとこう発信していくってことが大事なんですね。だからそのためにやっぱり政調と広報本部は引っ付けたいというのが一つ。それからあのお金の使われ方でも大変不透明な事件が起こりましたね。あれは私も怒ってます。あの衆議院の先生方は多分選挙の時の公認料は700万円でしたかね。で、あそうか、参議院議員は1500万円もらってたのかと思ったり、したんですが、それ以上に広島県で起きた事件を見てですね、だってみんなで一生懸命あの本当に党員の方々、党役員の方々が、私たちの秘書もね、足を棒にして歩いて、で党費をいただいて、でまあ、私たちの歳費からも党に毎月毎月、引かれてますよね。まあ、そうやって集めたお金、それからまたあの自民党場合はかなり使途があの厳しく制限されてますが、政党交付金も、いただいてるわけです。これはもう納税者の皆様の大切な税金、なんですね。で、まあ、各支部にあの政党助成金が行く場合には、非常にこの使途、もうこれこういうこと以外に絶対使っちゃいけないっていうルールがはっきりしてる、しっかりしてるっていうのは自民党のいいところなんですが、まあ、やはり広島で起きた事件を見ますと、もう私は悔しくて悔しくて悔しくてたまらなかったですね。だからやっぱりその、まあ、今回ようやくあの河合さんのところに検察が押収してた資料が戻ってきたので、まあ、それでまた向こうからあのきちっと党に報告があるんでしょうけれども、公認会計士も入れてしっかりと監査をしてですね、まあ、その結果をあの幅広く皆様にお伝えしてお詫びをする、まあ、これをやんなきゃいけないけじめだと考えております。はい、ありがとうございます。まあ、ここまでちょっと党内の改革とガバナンスのことについての言及でございましたが、ちょっとあの、まあ、政調会長もご経験ということでありますが、あの党内の政策立案のですね、実務のことに関して、今井田総一郎さんからご質問をお願いしたいと思います。高市候補、今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今井田でございます。あのいわゆる政党交代とあの言われているような問題なんですけれども、特に高市候補は政務調査会長時代も非常に意欲的にあの仕事をいただいておりましたので、この点にはいろいろと思いがあるのかなというふうに思っておりまして、特に党の政務調査会においては本当に各議員がそれぞれの地元であったりとか、またいろいろな国民の方から思いを本当に教えていただいて、カンカンガクガク議論をして、まあ、政策議論をまさに宣伝させていく場だというふうに考えておりますし、僕も積極的に頑張らせていただいてますけれども、やっぱりこの国民の皆さんにある意味一番近い議論というか、その思いの議論の場がその政務調査会であったり部会ではないのかなというふうに思っています。ただあのもちろん行革の観点から、いわゆる官邸への権限集約というのがずっとこの間続いてきたっていう流れもよくわかるんですけれども、特に最近はその政府や官邸の方針に、まあ、党が、まあ、追認をしなくちゃいけないみたいなことが結構やっぱり発生もしているんじゃないかなというふうに思っています。あのそこでズバリお聞きしたいんですけれども、例えば高市候補はあの積極財政について非常にあの注目すべき提案もいただいておったり、この点あの僕も非常に共感をするところがあるんですけれども、しかし党内にもやっぱり国民の皆さんの中にもいろいろな意見がある中で、まあ、いろんな反対などもいろんな政策であると思います。その時にどういう対応をこれから取っていかれるようと考えられているのか、あの大きい視点でも分野分野でも結構ですので、ぜひ教えていただきたいと思います。まずあの党っていうのは官邸の下請け機関じゃないとあのいうことははっきりさせたいと思います。あの私が政調会長になったのは、あの野党からようやく与党に
復帰させていただいて、第二次安倍内閣ができた時でございました。でもあの時はあの時もまあ割と官邸の力が強いって言われましたけれども、私たちが持ってた矜持っていうのは、じゃあ第二次安倍内閣を誕生させたあの三本の矢の政策をはじめですね、主な政策は党の成長でまとめたんですよ。野党の時にね、もう本当にみんなで議論して議論して、で党の成長でまとめた政策が、まあ、そのままほぼ総裁選挙の公約にもなり、そして官邸で実行していただいている、まあ、だから私たちがまとめた政策をやっていただいている間はあの文句を言わずに応援をする、で私たちがまとめて、まあ、それを掲げて出た安倍総理が、まあ、ここはできてないよっていう時は党から申し入れを行うと、まあ、そういうスタイルでいいんだろうと思ってました、まあ、政府与党というのは国民の皆様に対して一体して責任を負わなきゃいけませんから、もう意見が食い違いまくってるということは、まあ、よろしくない。でもあの時はまあそういう矜持がありました。だけれども、やっぱりこの与党である期間がいって、長くなってきますとね、まあ、どうしても党に報告がないまま先に官邸から発表されて、で私たちがニュースで知るってことも増えてきたりしてますよね。だからむしろ党は下請けじゃないんだと、あなたたちの内閣を作ったのは党じゃないかと。そうですよね、党であり、そしてその後政権選択選挙があるんですから、国民の皆様ですよね。だから主権者の代表たる自民党の特に政調がしっかりと気合を入れてですね、ほんでむしろ政調が作った政策を内閣にやらせる、そういう機会を気概を持って取り組んでいただきたいなと思います。ありがとうございます。あ、そうだ、でもそれを本当にやろうと思ったら、ちょっと組織的にね、政調の職員も今人数いっぱいいっぱいで、例えば経済産業関係の職員が、まあ、サイバーセキュリティもやりあれもやりってことで、もう職員捕まえるだけで大変ですよね、皆さんね、なんか問い合わせをするのに、で明日の会議の設定をするのに捕まえるだけでも大変なので、ちょっと職員の充実も必要でしょうね。特に政調会の、職員の充実、それからやっぱりその専門性を高めていただく職員の方に、それは絶対に必要だと今思ってます。はい、ありがとうございます。要所要所お答えをいただいておりましてありがとうございます。続いてはですね、この後ちょっと政権構想の人事的な切り口でですね、質問をお願いしたいというふうに思いますが、福田達夫さんの方からお願いしたいでしょうか。多分マスコミさん的には一番ここが食いつくかと思いますが人事、はい、総理になられる、総裁になられるイコール総理になられるということでございます。ただ結構官邸に入ってみると、こういうことがやりたいと思って入られても、結局総理に許されている時間的な限界というのは、だいたい2割か3割しかそれができない、7割はしなきゃいけない仕事をしなければいけないということが、だいたいそういうことなのかなというふうに思います。そうしますと、やはり自分自身がやりたいことをしっかりやる時間を取って、官邸というか行政機関を回すためにも、やはりナンバー2である官房長官の役割というのは非常に大きいというふうに思います。特に菅総理がですね、脱カーボンでありますとか、非常に大きな政策判断をした後であります。大きく長期的な政策があるがゆえに、しっかりとですね、官庁全体をまとめる、そういう方が一人必要になるかなというふうに思いますし、一方で我々今度の衆議院選挙のみならず、来年7月に参議院選挙ございま す, そうです。参議院選挙が常に日本の政治をねじ曲げます。決してねじれるねじれです、ねじれね、決してねじれるわけですね、絶対やらしちゃいけない、はい、その気概を持って我々がしっかりとこの2つの選挙を勝ち抜く、しっかりと勝ち抜く、それが大事だと思いますが、そのためにはやはり、総裁のナンバーズである幹事長というのは非常に大事かと思っています。お名前をここでというふうにはあえては、いや言っていただけたら言っていただけないですが、どういう方が、どういうですね、この2つの要素を持った人としてはどういう方が、高市候補としては目覚ましいとか、望ましい、人材だと思ってらっしゃるか、そのですね、大体その辺の言っていただくと、大体あの辺かなというふうに皆さん何となく感じますかもしれませんので、ぜひお願いいたします。どうでしょう、まず官房長官でございますけれども、
これはあの国家間、政策も含めて、総理との一体感がなければならないと思います。官房長官が会見でベラベラ言い散らかして総理が違う答弁してたらもう話になりませんので、これはやはりあのどうしても総理としてこれだけは実現したいんだということ、これはまあ皆様が賛同していただいた上でのことですけれども、選出されたら総理として限られた期間の中でこれだけはやりたいというのが強くあるから立候補しているわけですね。そうすると官房長官っていうのはやはりその政策をしっかりと受け止めて噛み砕いて、で各省庁の人材をあのもう最適に最適な人材をですね使って、でまた党にも相談をしてあの議論をしながらあのまとめていっていただかなきゃいけないですね。だからまあそういう方になるんでしょうね。やはりあの政策が一致していること、それから自民党だけじゃなくて、各党への根回し、これは副長官がおそらく手伝うということになるんでしょうけれども、そういったことができる方で、なおかつ正しく発信してくださる方、はっきり明確に正しく発信してくださる方が必要だと思います。で、幹事長もこれ党運営全体に関わります。先ほど来申し上げました党の資金の問題もそうです。これもあの本当に清潔に、で本当に大切な、お金です。税金も入っているものですからね、これに対してあのクリーンな方、それから党の運営全体を見渡せる方っていうのが必要だと思いますね。あの総裁というのは結局総理になってしまったら、ほとんどその党運営、全体に目配りをするという時間がなくなります。あの国会の拘束時間が、多分世界一長いのが日本の内閣総理大臣でしょうから、そこでしっかりと目配りをし、それぞれの組織がうまく機能しているか、で本当にもう人材が足りないのであればあの外部からも含めて人材を入れると、こういう判断できる方が欲しいですね。あの特にあの自民党が今国民の皆様からどう見られているのか、そして何が課題なのか、こういったことはあのプロのコンサルタントもいらっしゃいますよね。そういった方々の意見も聞きながら、でしっかりとそれを解決するためにどう党を動かしていけばいいのか、あのアドバイザーのチームっていうのも作りたいんですよ私。だからそういったことも含めてご理解をいただける、あの思いを共にした いただける方が望ましいと思います。それが一体誰か分かんなかったでしょ一流の方はいらっしゃる。実はまだ何も考えていません、はい、はい、ありがとうございます。あの我々の活動はですね、これまでの話の通りの党内改革ですね、党をしっかり活性化をさせながら信頼を回復していく、その先にはやっぱり国会改革ですとか、あの国内の統治機構までもしっかり何か改革をさせていただいて、国民のための政治をやっていきたい、そのために集まりでありますが、先ほどからあの高市候補の主権者の代表というキーワードですね、もう相当何回も発言をされてございます。また一番最初はですね、技法の悔しい、技法の、立法化におけるそのプロセスの悔しいことも履歴をいただきました。これまで議員の委員長もご経験かというふうに思いますが、国会改革のことですね、そこについて改めてちょっとお聞きをしたいというふうに思いますが、先ほどの質問時間のことも触れていただいていたわけでありますが、改めてちょっと前段触れたことも踏まえてですね、やっぱり今ご自身高市候補として国会改革これが必要だ、まずは最初にこのことに、総裁イコール総理ということになりますが、取り組んでいきたい、そんなことを我々にお聞かせいただきたいと思います。でも議員委員長になった時も国会改革の提案ペーパーが出回って、私は与党から猛抗議を受けましたし、ましてやあの内閣総理大臣の立場の方が国会の運営に、口を出すということは決して許されない、ことであるというのも承知の上で、あくまでも個人的な、意見で、ございますけれども、私は一回の一人の大臣でしたけれども、ずっと見てて、これだけ長いこと総理が国会に座っとったら、それは仕事できんやろうと。いや本当だったらちょっと限られた総裁の期間の間にやりたいこといっぱいあるはずなんですね。でそれをしっかりとこう政策として詰めていって、もう必ずこれだったら
堂々と世の中に出せる、でまた党にも説明できると、で党の賛同も得られると、まあこういったことを総理は毎日毎日やっててほしいんですね。それと海外との首脳会談だってもっともっとやってほしいんだけれども、まあ、結局それができないぐらい国会に拘束されている。で私自身も大臣の時に本当に情報通信大臣会合とか絶対ここは外せないような国際会議も、まあ、ほとんど諦めざるを得なかったです。あのもう委員会があるからで大臣答弁しか許さないとこう言われて、あと政府参考人もダメ、副大臣答弁もダメ、と言われて、結局、まあ、国会日程で大事な国際会議は副大臣が行くとか、まあ、場合によっては副大臣も座ってろってことだったら政務官が行くと、で相手はやっぱり閣僚が出てくるわけですね。でこれは本当にもう返す返す悔しいことでした。あの特に外務大臣、経済産業大臣、まあ、総務大臣も割とこの海外とのやり取りがさまざまなあの通信インフラ輸出なんかもやってますからあるわけですよ。だからもし可能であれば、少しやはり総理の国会拘束時間は短くして、で各委員会でもあの閣僚が大切な国際会議であったり、あの外交交渉、まあ、向こうから首相レベルが来てたり大統領レベルが来てて、まあ、総務大臣と会いたいというのこともありましたけれども、そういうあの会談がセットされているような時に、副大臣答弁であのいいと、だってそのために副大臣制度を作って、で副大臣は天皇陛下から認証を受ける認証官ですからね。でそれはやはり副大臣答弁中心という形になっていけば、まあ、もっともっとたくさんの仕事を内閣はできるんだろうなと思っております。はい、ありがとうございました。あの今一候補ということでお気づきいただいて、分かんない、ありがとうございます。でもこれもしも私が総理大臣になったらもう国会でボコボコ叩かれますよ今のもう野党から、ね、言ってるのは国会軽視だって言って叩かれますけど、でも国益も大事だと思います。はい、国益の、はい、ありがとうございます。堂々とご意見をお気づきいただきました、ありがとうございます。まあ、時間も迫ってまいりますので、いよいよ最後の質問でございます。はい、これは高市候補に固有の質問ということでございまして、対馬淳さんからご質問させていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございます。高市早苗候補にぜひお伺いしたいことがございまして、質問をしたいと存じます。我が国、日本人というのは伝統的にコンセンサス、まあ、和という言葉があって、それを重んじながらこれまで組織の意思決定をしてきた、そういう歴史がありますね。しかしこの現代社会というのはまず価値観が多様化していること、それから変化のスピードも加速化していまして、そうすると時間をかけてですねコンセンサスを得ることがこう難しくなってきている。さらにはですね時にはコンセンサスを得ずに決断実行しなきゃいけないというそういう場面も考えられるんじゃないかと、はい、主権者の代表でありリーダーである今後総理総裁になったときに、そういった場面があったときにですね、候補は国民にどう語りかけていくか、そのことをお伺いしたい。もうあの緊急事態が起きてですね、もうこれあの国家の安全保障に関わるような緊急事態が起きたり、あともう大災害が起きたりテロが起きたり、まあ、こういった時にもうすぐにあの総理が決断をしなきゃいけない、まあ、こういった時には大変申し訳ないんですが、もうその場で決断をして国民の皆様にすぐにこういう行動を取ってくださいということを語りかけ、まあ、その後党の方にご説明を申し上げる、まあ、そういうこともお許しいただかなければならないと思っています。まあ、ただ一方でどうしても総理としてこれを実現したいという政策については、これはやはり与党の皆様のコンセンサスと後押しがなければ絶対法律は通りませんから、予算も通りませんから、だからここのところはちょっと丁寧にコンセンサスを得ていかなきゃいけないなと思っております。二段構えですね。でやっぱり周知を集めるっていうのはすごくいいことで、私がこれがいいと思っていても、まあ、大きな骨組みをそう変える気はないんです。自分の信念は大事にしたいしやりたい政策あるから立候補してるんですけれども、さまざまな方がここはもう少しこうした方がいいよって、実務的にもっとこうした方がいいよって、もう自民党は人材の宝庫ですからすごくいい意見いただけるんですよ今でも。だからこういったことでどん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 肉付けをしていくってことができれば、
そのコンセンサスを得ることによってよりいい政策になると思いますね。で実行に移す直前まで熟慮熟考を重ねて、でやっぱり最後は決断すると、まあ、こういうことだと思います。はい、ありがとうございます。誠にありがとうございました。高市候補、本日はご自身の、党改革ですとかですね、これからの、政権運営と申しますか、そうしたことについても大変の率直な言葉で、ご回答いただいたというふうに思います。心から感謝申し上げたいというふうに思います。なおですね、冒頭ちょっとこの運営上のことについてですね、しっかり連絡が徹底されていなかったかもしれませんので、お詫びを申し上げたいと思います。事務所がボケっとしてたかもしれません。各陣営の皆さんには同じ様式でこの運営についてのペーパーはお渡しをするということでございましたが、仮に届いてなかったことについてはちょっとお詫びを申し上げたいというふうに思いますので、公平な形でこの意見交換会は運営をさせていただいているということを改めてお話をさせていただきたいと思います。繰り返しになりますが、今日はこれでこの時間ということになりますので、高市候補におかれましてはお忙しい中こうしてお越しをいただいたことに感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。っていうのはいただいたんで紙持ってきたんですけど、はい、すいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。